質問はですね、ボケないためにどういうことに心がけたらいいのでしょうかと、こういうことですね。どういうふうに心がけたらいいと思いますか。ボケないためには本当にボケたら大変よもね。うーん、まあ、大変ですか。そう、見ててもね、本当に、どうしたらボケないか、どうしたらどうしたらボケないと思いますか。どのように心がけていったら、どのように心がけていったらそれは苦しむことです。そうすればボケません。何事にでもする。違う違う。苦しめばボケません。ボケる人はね、苦しんでないからボケるんです。でも仏教って爆油爆ですよね。はい。そう。ね。大体人間にとって苦しみってどこからやってくると思いますか。苦しみっていうことは、仕事の面とか家庭のことですか。いやいやいや、人間にとってね、苦しみっていうのはどこからやってくる。でボケる人っていうのはどういうことからボケていくか、これが分かれば、ああボケないために1にも2にも苦しむことだということがよく分かります。わからないですか。苦しみはどこからやってくるか。それはみんな人間関係からやってくるんです。だからボケる人っていうのはどんな人ですか。人間関係の苦しみを避けて、どうぞどうぞ先に食事をとってください、私は後から食べますから、とこうなんか人と一緒に行動せずに何か常に動いているとか、ね、一人単独行動が多い人がボケる。その単独行動は人間関係を避けてるから、ね、そうです。あの遠慮したりするのもやっぱり避けてる。避けてるんですね。そうそうそう、それは苦しみたくないっていう発想なんです。
楽になりたいでしょ。人間関係の苦しみを避けると楽になる。ね。楽になると何も考えなくなります。私は人間関係で苦しんだことなんてありません。人と接していてもうまくいつもやってますっていう人がボケていくんですね。だいたいそうです。お一人暮らしの人、ね、ボケるでしょ。一緒に暮らしていても喧嘩なくね、仲良くやっていた夫婦ボケますね。それはね、一緒にそれ暮らしていても別々に暮らしているのと一緒なんです。その話もしなかったりしていますから、はい、いや別に話をしていてもね、向き合うことなくこうなんていうんですかね、挨拶程度に終わっているとかね、ボケますね。そういう人ボケるんです。はい。一定程度気を張ってるっていうのがいいんですか。はい、例えば、いや気を張ってるんじゃないんです。なんかそので気を張ればだんだんこう合わなく合わない合わないようにこう気を張るのは苦しいじゃないですか。苦しい中、気を張って一緒にいようっていう。いやいや、違う違う。気を張って我慢してじゃなくて、ね、向き合うんです。人間関係ね、をちゃんと築いていこうと思ったら、必ず苦しみはやってきます。喧嘩をよくしていてもちゃんと謝らないとかね、そういうのはボケていきます。雨降って地固まってない人、それはボケていきます。いや、ボケていることさえも気づいてないかもしれません。ボケてる人、そうですね、自分ボケてるって思います。はい、そう、いつも同じ行動をとってるから自分がボケていることにさえも気づかない。つまり考えなくなることがボケにつながるわけですね。はい、考えないっていうことはいつも同じ行動をいつものようにやっている、ね、つまり人は関係なくて動いているってことですよね。朝から晩まで動いているこの行動パターンが一緒、ね、頭が働いていない、それはボケます。それは気づかない。何か病気にかかった瞬間に、動けなくなった瞬間に急速に現れます。物忘れとかそういうのは関係なしで、物忘れとか関係ないです。はい、はい、物忘れをするのは物を持ちすぎているからです。はい、ね、人間は年を取るとだんだんと頭の働きが鈍くなっていきますから。だから鈍くなった分だけ、ものをですね減らしていかなくちゃいけない、うん、それなのに物をね持っていたらですよ、どこに何があるか把握できなくなって忘れていくわけです。これが物忘れってことです。ボケるっていうのはそうじゃなくて、もう思考停止、考えることをやめてしまうんです、ね、人間ってね、どんな時に考えることをやめるかというと楽になる。考えることをやめます。楽になったら楽になる。ボケる
楽になったらってどういうことですか。楽になったらボケるわけじゃなくて、楽になることを考えてる人がボケるんですか、ね、で 楽になることを考えてる人、はい、うん、ボケます。楽になるように、なるように動いていたら一人になっていきますから、ね、人がいても無視して行動していく、ね、まあ、基本的に一人で食事をとっている、危ないですね。ね、一日を振り返ってみてね、なんか自分の行動っていつも一人で動いてるっていうことは多くありません？危ないですね。何も考えなくても手が動くってことってありません？危ないですね。はい、考えてないですよ、うん、ちゃんと考えて、これね、右から左にってね、考えることなく、なんか気がついたら左に動いてたとかってありません？昨日も同じようにやったから、考えることなくこう動かしたりとか、無意識のうちにやっちゃうね。無意識のうちにやってる。危ないですね。職場とかでも一人で黙々と仕事をするのは危ない。危ないですね。もう予備軍ですよね。よく喋ってるっていうのは会話が噛み合ってたらいいですよ。こう一方的に喋り続けると。これも、やけの兆候です、はい。人間関係を作っていかないといけない。そう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 。人間関係を作ったら必ず苦しみがやってくるんです。この苦しみこそ、苦白道の苦しみです、ね。つまりどうしたら苦しみがボケないようになるんですかって言ったら、苦白道をちゃんと進めば苦しみがじゃなくてボケることはありません。今の現状です。職場にいるときね、皆さんと絶対一緒に食べるんですけど、家帰ったらね、その用事があるものでね、先食べさせて、私は後でゆっくり、後からゆっくりね。来ましたね、それが楽ですからね。ね、何十年とね、もうみんなに食事を振る舞って、最後にゆっくり、用事がないときはね、そう、ゆっくり、ゆっくりと二人で、主人と二人でゆっくり食べるんですけどね。はい、仕事が溜まってたらね、うん、そうそう、つい先お父さん食べて、食べさせて、で、あとからゆっくりとね、楽ですもんね。考える必要なんてないですからね。はい、因果の道理ですから、考えることがなくなったら、冒険。何を置いてでも、じゃ食事は2人でするようにしなきゃいけませんね。そうですね。終わってから用事したらいい。そうですよ。それをなんていうんですかね、いつもの通り用事を済ませておきたいって思う、ね、その方が考えなくて済むからね、はい、楽ですもん、はい、だから、あ、どうぞどうぞどうぞ、一見こうね、なんていうんですかね、こう相手を立ててね、こう相手を優先させてるように見えて、自分のやりたいことを優先している。自然にそうやってボケていくんかね、はい、まあ、ボケていることにさえも気づかなくなる。つまりね、あれあれ、ちょっと頭を働かせようとしたら動かないっていうことの自覚がないでしょ。それはね、頭を使ってないから、もうすでに始まってるかもしれない。あれあれ、ちょっとこう頭、あれ、前はもっと頭が働いたのにって経験がないでしょ。始まってるかもしれない。私も清盛さんと同じなんですけど、はい、生活
習慣でこう思いちゃうんですよね。はいはい。そうするとなかなかそこを直していくっていう、なかなか難しいです。だから今同僚の人と一緒に仕事することがボケないと必要なことです。考えるでしょ、一緒にいると。でこの人どんな人なんだろうって考えますよね。頭が働いてます。嫌になるたびにこう切ってたら考えるってことはない、ね、うん、そうそうそう、嫌になるたびに切っていったらね、楽ですよね。考えたくないから切っていくんです。じゃあ家ではそういうふうなこう自分にこう身についてしまった、そういう家帰ったら夜寝るまで動いてるっていうような、そういう生活習慣をどうやって直していったらいいですか。それは今職場でですね、嫌な人がいますので、うん、その人とちゃんと向き合っていけば家の中が見えます。こう今まで見えなかったものが見えるようになります。あれ、お嫁さんってこんな人だったのかとか、息子ってこんな人だったのかとか、あれ主人ってこんな人だったのかっていうふうに、そういうのが大事なんです。今までは何にも見てなくてね、いつも来るってね、いつもの人がいつもするってね、いつもの話、いつもね、尊いって感じでね、こう、なんて言うんですかね、こう、いつものように、ね、見てるんです。それがね、だんだんとね、月々に行ってね、月見る月は多けれどね、月見る月はこの月の月ってね、わかりました。まあ、毎日のようにこう月をこう見て眺めてはいるけれどもね、毎日毎日月っていうのはちょっとずつ変化しているとね、いつも同じ月っていうのはないわけですよね。月々に行ってね、毎月毎月ね、月見る月は多けれどもね、その月を見ているけれどもね、ね、月見る月はね、この月の月、今日見ているこの月はね、今日の月なんです。今日見ている周りの人は今日の人なんです。だけどだんだんといつもの人に変わっていくんです。いつものように何も考えなくて、この人はこういう人だ、見ているようで見ていない、ね、そしたらさ、ボケそうでしょ。何も考えることなんてないですもん。何を考えます。考えることないわね。考えることないですよね。考えることなかったらね、うん、こんな毎日を続けたらどうなります。結局ボケるのは考えなくなるからです。そう、考えなくなるから、そう、頭使いませんから。そうそうそう、ね、はい、そう、苦しむことがないからです。そのうちだんだん進んでいくんやね。そう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 、だって自分がボケてるっていう自覚もないまま考えないことが当たり前になってきますか。少なくなったら余計ですね。そう、多いほど、多いほどね、少なくなったらやっぱりそういう動きが激しくなる、ね、はい、そうなんです。だって考えてないもん。考え、そう、やっぱ日頃から考える習慣をね、身につけてほしいですよね。これ脳の病気ってことはないんですかね。脳の病気、要するにその今若年性アルツハイマーとかありますね、はい、方でも、はい、関係ありますね。若い人でも考えなくなったらボケてきます。どっか私脳の線が1本切れたらボケ。いや大丈夫ですよ、1本2本切れてもね、全然脳は大丈夫ですから。はい、考えなくなるから。だいたい編み物の先生とかお花の先生がね、ボケてね、うん、あれしてるんやけどね、賢い人がね、
や賢いかどうかじゃないです。頭を使うかどうか。編み物なんていつも同じことやってるじゃないですか。あ、それでお花もいつも同じことやってる。だからいつも同じことばっかやってそれをいつものように見てしまうと頭使ってませんよね。そう、若い人でも使ってるよって。使ってないのかね。うん、あ、やっぱ同じような行動してる。そう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 。いや私本当思いますよね。世の中の人たちってね、よく本当ボケないで生きておれるな。だってさ、まあ、働いてる人だってね、朝ね全く同じことをしてるじゃないですか。電車だったら出発、ね、朝全く同じ出発、ね、よくこんなマーク同じことをね繰り返してね飽きないなと、ね、同じことを同じように毎日同じ時間にやり続けるわけですよ、ね、僕だったら耐えられないですよね。よく電車の、ね、車掌になりたいって思うなと、ね、同じように出発、ねね、考えないじゃん。頭使わないですもん。学校の先生もね、大体このカリキュラムが決まっててね、まあ、毎日同じようなこと、はい、じゃあ次の教科書のこれは、はい、そういう人多いですその人楽だなって思う楽ですよね。僕いつも苦労して一から作ってます。あの人はなんかいつも同じなんか醤油で煮しめたようなノートで、いや本当なんか古びたノートを片手に、ね、カリキュラムは変わろうが同じことを話してる、ね、でそのなんていうんですか、世界史だったらさ同じこうな語呂覚えをねしてね、語呂で一点戦士とかね、そんな感じでこう戦士政治が始まったのはね紀元前56年ですという感じでね、いちごミルクが大好きなね織田信長とかね1500ね、39年でしたかね、本の字の変でしたかね、あれはいちごパンツです。あ、いちごパンツです82年です。そういうような感じでこう、なんていうんですかね、ワンパターン、ワンパターンでこう生徒を見てない、どんな生徒の顔なんて見なくても、もう話ができる。じゃあもう、ああ今日は生徒が寝てて苦しいとかいうふうに思ってた方がまだ幸せ。あ、そう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 、もう生徒が寝ていようがね、もうなんていうんですかね、もう関係なくこう、話ができる。こういうの思考停止ってね、なんか生きながらにしてボケてるって感じがしません？同じ行動は取ってるけどさ、もう多分頭は働いてないんですよね。こういつものようにやって、いつものようにこうやってね、運転手だったからしポーつくねなんか機械のようにこうやってくれてる、ね、あ、ロボットでもいいなこの人っていう感じでこう、ね、プログラムされた通りにこう動いてお金をもらってこう帰ってくる。そうじゃなくてね、苦しみましょうよ、考えましょうよ、悩みましょうよ、それが人間じゃないですか。ね、人間関係で苦しい、人間関係で悩む、そう考えるとうちは幸せですよ。もうね、本当にもう問題が起きない月なんてない、ね、帰ってくる度ごとに、北海道からね帰ってくる度ごとに問題が起きる、ね、どうやってこの状態をね収拾したらいいんだろう、そう思うような、もう破綻しかかってるようなこともごく何回か起きるってね。この間も取っ組み合いの喧嘩があった。ね、うちのさやさんもこれは我が家が終わった。部屋に閉じ込む。
それ何事もなかったようにこう考えることなく仕事に帰ってきた時、今日の朝どうでしたか。はい、丸く収まります。おお、収まったんですか、あの一大事が収まりました。これが幸せなんでしょうね。収まりませんでしたって、それはちょっと大変なことになります。そう、まずはですね、やっぱり苦しみを感じる習慣が必要です。つまり苦しみを感じない、楽になるっていうことは、ね、変化していても変化に気づかなくなるってことなんです、ね、ご主人の顔が昨日と同じように見える、1年前と同じように見える、そのうちに孫の顔もね、同じようにしか見えなくなる、ね、5年経っても10年経っても同じ顔のように見える大きくなったねではなくてね、もう同じ子、孫、もともとこういう子だったんだ、これぐらいの身長だったんだ、身長が大きくなってもね、あ、これだったんだと、こうなんていうんですか、同じようにしか見えない、息子の顔ね、同じ顔に見えるようになる毎月来てるんだけど同じ顔、そのうちもう見てなくて、見なくても分かる、この顔だ。そうなっていく、ね、だから楽になるっていうのは、その楽になったわけじゃなくて、ね、見なくなったから楽になったんです。変化に気づくと苦しいのは何でですか。があるからです。そう、変化に気づくとがあるからね、私たちはがっていうものを作ることによって、つまり世界を固定させることによって安楽椅子に腰掛けて安心するわけ。でも世界は諸行無常ですから、刻一刻と変化している。だから我を作っている限り、この世界は苦しみのはずなんです。お釈迦様はね、人生は苦なりっていうふうに言われたんです。人生は苦なりっていうふうに言われたんです。それはなぜかって言ったら、この世界は諸行無常、諸行無常、つまり刻一刻と変化しているのがこの世界なんです、ね、だからその変化している世界が同じように見えるのはおかしいんですよ、本当は。ところが楽になりたい、つまり安心したいっていう気持ちから我を作るわけです。がっていうのは同じように見るってことです、ね、そして物事を一つに固定させる、世界は変化することなく同じものなんだっていうふうに見せる、
それによって私たちは楽になるんです。だから頭の働きが鈍くなる。もし頭が活発に働いてたらどうなります？そう、変化に気づいちゃうでしょ、ね、そしたら今まで作り上げた安心が崩れてしまう。だから頭がね、働かないように働かないようにしていくわけなっていく。当然じゃないですか。その結果ね、永遠のこうね、世界を見ない世界、永遠の楽な世界、これがボケですよ。だから見てください、あのボケた人の顔もすね、なんで夢の中に入って幸せそうな顔してるじゃないですか、ね、この世の苦しみから離れたね、なんて言うんですかね、何がこの世で起きようが関係ないね、こう絶対の幸福の世界におられますよね。あ、これが幸せの究極の形なんだなと、はあ、ってね。そういえばね、ほんとみんなね、同じの顔。そう、同じようなね、本当に同じような幸せそうな顔、一貫してね。あのプロのようにね、あの私の隣、周りにいてますもんでね。そうそうそう、介護する人がどんなに大変な思いをしていてもね、それを何も考えることなく、ね、幸せですよね。ね、これがもう究極の幸せですよ。ね、こう言っちゃうんですけど、バッドエンドの未来って感じですよね。そうですね、絶対の幸福ですよ。なんかそれは結局ガーがそこに固まっちゃって、そうそう、見なくなると。本当にあの人たちは見ない。そう、見ない、はい、ね、だから生きていながらもう生きてない、この世界にないんです、いない、夢の世界にいるんです。はい、だから人間っていうのは放っておくとボケるようにできてるんです。放っておくと、ね、だってそうじゃないですか。人間は我を作る、ね、我を作るっていうのは世界を固定させる、ね、でも実際は世界は変化している、ね、変化している世界をまともに見てしまったら我が崩れてしまう。最初はちょっとずつ見ないようにしようとしていた。ところがやがてもう見ざるを得ないほど世界が大きく変化していたらどうなります？見たくない、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 見たくないっていうこの思いからね、もう完全になんかボケてしまった。よーいだいおんどくわーってね、なんかもう幸せな世界に入っていくんです、はい、そう、そこから先は何が起きようがもう関係ない世界、ね、幸せですよね、ね、これこそ私たちが求めている究極の幸せです。絶対の幸福。無限の一度。どんな触りも感じない。どんな触りも考えない。考えない。なすがまま。ね、幸せですよね。苦しむこともない、考えることもない。苦しみ悩みがない、そう、苦しみ悩みのない世界ですよ。悩まない、そう、悩むことなんてない、
そう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 。ただ生きてるだけやね。ただ生きてるんです。そう。ただ生きて、ただ死ぬ。死んだ後どうなる？そんなことは考えちゃダメです。考えたらボケれないじゃないですか。無常観は菩提心の始めなり。無常観なんてボケた人じゃない。永遠に生きられるからこそボケるんです。いつか死ぬなんて考えたらボケて折れないじゃないですか。で、何も考えずに1年過ぎてしまった。ああ、また1年過ぎた。死が1年近づいたってね、思ったらゆっくりボケられないでしょ。ああ、こうやって永遠に生きて折れるんだ。そう、死ぬ時なんて来ない。そう、来ない、来ない、来ない。今までも生きて折れたんだ。これからも生きて折れる。いろんなことがあっても生きておったんだ。これからも生きておる。ね。もう考えることなんですね。だからボケた人にとってね、自分を振り返るときって悪口を言われたときぐらいです。そのときはね、目をこう、さらにして、そんな、そのうちそんなことも考えることがね、ないほど耳がね、聞こえなくなった。人の話も聞けなくなった。何を言ってるかということさえも聞けない。これで幸せの完成です。何も考えない。何も見ない、ね。何も知ったこっちゃない。どれだけ人に迷惑をかけて、気づかなければいいんですよ。気にしなければ。気にしなければいいんです。幸せですよね。これあのボケるっていうのは、はい、なぜそのお年寄りの方が多いんですかね、若い人よりも。ああ、なぜボケるかってことですか、うん、若い人よりもお年寄りの方が多いか。あ、はい、それはやっぱりね、脳がね、それだけこう、働かなくなるからです、うん、いろんなこと。はい、なるし、することが若い人みたいにそれだけ動かないからですか。ああ、そう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 、はい。もうだからもう結局ね、その脳の働きが年を取るごとにですね、悪くなっていくんですよ。まあ、そういう食生活を繰り返してるからね、流れが悪くなって溜まって、いろんな老廃物が溜まって考えられなくなるんです。だから、だけど別にその若い人がならないってわけじゃなくて、若い人でもですね、それは脳の働きはまだ衰えていなくても、まあある意味ボケてる人っていっぱいいるじゃないですか。ね、なんていうんですかね、もうある程度もう年を取ってね、40代、50代になってもね、まるで大学生のようにミニスカートを履いている女性とか。へえ、この人絶対合ってないよってね。これは頭が働いてないってことです。だからちゃんと会話はできるけど、見えてないんですよ。自分を見てない。そう。ね、ディズニーランドに行くとですよ、明らかに40を超えてちょっとこう太っちょのね、でも白雪姫の服を着てデートしてると。でまるで小学生のように夢の中にいると。明らかにこうおかしいんじゃないんですかね、この人は。自分の姿が見えて。私も京都城に見れるのでね、はい、いろんなね、ファッションを見れるんやけど、ほんま顔見たらもうほんまだいぶ落としないけどね、もうね、ピンクのフレフレのね、フレフレの、はい、ほんま若い人に見えないけど、顔見たらもう落としないけど、そういう方たくさん見るんですわ。はい、だからそういう人もある意味こう、ボケてるわけです。だから脳の働きが鈍ってるかどうかだけの違いであって、
もうその人のやってる行為自体はもうボケです。はい。あとはもうその夢から覚めた瞬間にボケてきます。脳が。ボケです。行かずに折れないみたいな。はい。いやだからもう行かずに折れないじゃないですよ。行かずに折れないということさえも気づいてないぐらいこう行くんです。日課みたいな。そう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 。ね。そう、がんになってるの。今日はなんとかレースがある日なんだみたいな。うん、そうそうそう。G1 には。そうそう。だ世界がどれだけ変化しようが、そのことには気づかない。世界はね、無常なんですよ。でも私たちはその無常を否定し、ね、その無常を否定していって、幸せになろうとしてるんです。楽になろうとしてる。その究極の形がボケです。欲に対していろいろ考えるのは、ボケとはまた…欲に対していろいろ考えるのは現実逃避なんです。楽になりたいから。それはいくら考えてるように見えても、例えば。それは考えてはいない。ね。つまり現実をただ見ないようにしている。仏教というのは現実を見ていく教え。現実は諸行無常なんです。ね。諸行無常だっていうことを知らされたら、人生は苦なりなんですよ。もうこれはもう揺るがすこともできない事実なんですね。人生は苦なりなんです。だから苦しんでいるのが当たり前なんです。仏じゃない限り、菩薩じゃない限り、我があるので我を作っていこうとするので、大きな苦しみも小さな苦しみもね、あるんですよ。ね、関係ないけれどね、大きな苦しみとか小さな苦しみとは決められないけどね、それやってくるわけですよ。だって日々変化しているもん。はい。ね。その苦しみを当たり前なんだと思って受け入れていくか、いやいやそうじゃない、苦しみのないね世界が待っている、ね、一切の苦しみを感じない、触りとならない究極の幸せがあると。どちらを選ばれますか。やっぱり絶対の幸福がいいですか。いいですよね。何も考えなくていい。どれだけ自分のために人が迷惑をしていようが気づかなければいいんですか。そしたらボケてしまうの本番で、ね。周りは大変ですけどね。周りは大変ですよ。でも私の中では誰にも迷惑をかけてない。ずっと楽が。そうそうそう。気づかなければやってないでしょ。そうでしょ。だって他の人がさ、いや私本当こうやって傷ついたんですかって言われたらさ、ね、反応するじゃん。こんなことしません、私は一生懸命頑張ってる、あなたにそんな迷惑なんてかけないようにやってきましたね。これはさ、あなたが何を言おうが私は正しいと。そう、私の中であなたをね傷つけていなければ傷つけてないってことなの。あなたに迷惑をかけていなければかけてないんだっていうことでしょ。ボケと一緒じゃないですか。実際にどれだけ相手に迷惑をかけていようが、ね、負担をかけていようが、私の中では迷惑をかけてないんです。ボケてない人がちょっとこれ迷惑だったんですけどっていうふうに言われたら、ボケてない人だったらどうですか。傷つくんです。ああ、私はそんなつもりはなかったけどね、ね、迷惑をかけてしまったんだな、傷つけてしまったんだな、そして苦しむんです、心が。どういうふうに苦しむんですか。だって自分の中では我があるじゃないですか。善人だっていう我があると。私は迷惑をかけてないつもり。そう、迷惑をかけていないつもりだった、ね、崩れた。それは崩れる。
ね、私たちが自分として自覚している部分はですよ、氷山の一角でしかないわけです。これが仏教という教えなんですよ。だから私は迷惑をかけていないつもりなんです。だけど私の気づかないところでどれだけ人に迷惑をかけているかわからない、どれだけ人を傷つけているかわからない、この自分の気づかないところがあるっていうことに気づいていくのが仏教なんですよ。首里判読はですね、掃除を一生懸命ね、30年間していったと、ね、そして気づいたことはですね、ゴミというのは埃というのは、ね、ここにあるんだと思っているところよりもね、こんなところにもあるのかというところにこそたくさんあるものだと。同じようにですね、私も愚か愚かだと自分のことを思っていたけれども、自分の気づかないところにね、どれだけですね、人を傷つけですね、人を悩ませている愚かなところがあるかわからないと、そうやって悟りを開いたわけです。ところが、がっていうのはですよ、私の気づいているものが全てなんです。私が迷惑をかけてないって思ったら迷惑をかけてないんだ。あなたがどんなに迷惑をかけてきたって言っても、その事実そのものを抹殺しようとするんです。なかったことにしようとする。でもそんなことはね、本当はできないんです。どんなにあなたは迷惑をかけているつもりはなかったかもしれないけど、ね、あなたの自覚のないところでいっぱい迷惑をかけてるんです。そのことが分かったらね、ボケれません。ボケるって罪ですね。ボケるって罪です、本当に。ボケるっていうことはですよ、もうなんていうんですかね、現実から逃げて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 ですよ、いろんな人に迷惑をかけて、そして最終手段としてもう何にも責めれない子、もう私は責めても無駄ですよっていうね、もう最終的な手段ですもん。だから責められるからこそね、責められそうだからこそボケるんです。ボケて逃げるんです。私は何も知りません。そう、私は知りません、何も感じません、何も悪くありません、もう何にも責任を取る能力ありませんって感じになる。そう、自己防衛です。そしてこの日本っていうのはですよ、ボケてもですよ、社会保障が充実していてね、生きておれる、その大前提でボケてきますからね。ボケたら死ぬとかってなったらね、誰がボケますか。必死になってボケないように、こう必死になって、そうです。ね、そうしたらね、やっぱり現実、苦しい現実とも向き合うじゃないですか。ね、ところが現実とも向き合わないことを選んでね、ずっと逃げ続けてきた最終形態がボケなんですよ。傷ついてきた人から見たらですよ、苦しんできた人から見たら、ボケるっていうのは罪です。ね、あなたのためにどれだけね、苦しい思いをしてきたか。悲しい思いをしてきたか、この気持ちを分かってほしいと思うことがどれだけあったか、ね、だけどそれをもう言って分かってくれるあなたはもういない。ボケてしまったから、こんなひどいことがありますか。勝ち逃げみたいなもんじゃないですか、ボケっていうのは。やり逃げみたいなもんじゃないですか。逃げ子の人は結局なる。そうそうそう、はい、まあ、仏教って教えはですね、どんなことがあっても逃げてはいけません。自分の作った
罪悪と向き合わなければならないんです。このボケた人はですね、生きている間は逃げれるかもしれない。だけど隣住がやってきたら許されざるですね、罪のね、山積にですね、驚くわけです。自分の作ってきた罪悪からは逃げれません。生きてる間はこれのほほんとしておれるけどね、臨終がやってきたらその罪の報いで苦しむわけです。苦しむんですか、はい、今何も分からなくてもみんなしてもらってますわね、はい、ボケたから、はい、でも臨終になったらものすごい苦しみます、はい、そういう楽になろうとするかが崩れるか、そうですね、死によって崩れるか、これあくまで生きている上でボケておれるんですよ。だからボケるってことは死を忘れたからボケておれるんですよ。死を思い出した瞬間からボケれない。どんなに脳が働かないだろうがね、生きていようとするんです。生きなくちゃいけないって思うんです。でもその生きることさえも放棄したのがボケ。本当は自然は世界はその人に優しく働いて、ボケた人は早く死ねるようにできてる、ね、早く死んで早く報いを受けなさい、早く苦しみがねやってくる身になりなさい、そうやって世界は運んでくれるんですけど、この、まあ、いわゆるこの世の中っていうのはそのボケた人にも優しくっていうか優しいかどうかわかりませんけどね、生温かく生温かくこう、ね、ぬるま湯でですね、いつまでもいつまでもそれを先延ばしにしてくれるわけです。もう素直だけど10年でも生きてます。最高の10年で生きてますからね。はい、ね、早い人でも2年は絶対、はい。私の父なんかは今ある中で年金も納めてないけど、どうせ生活保護が働けなくなったらだろうとか言ってやってるけど、それはもう大逃げ。そうですね、逃げていると。で逃げて逃げて逃げてさ、苦しむことから逃げてですよ、ねえ、それでなんとかなるんだっていうのは、それは因果の道理をですね無視しています、ね、そんなね道理に外れたことが許されるはずがありません、ね、仏教っていう教えですよ、仏様といえども因果の道理をねじ曲げることはできませんので、この人は作った報いによってものすごく苦しむことになるわけです。だからこそやっぱり仏教を聞いてですよ、無常を受け入れて苦しくてもですよ、その苦しみという現実と向き合っていかなくちゃいけないわけです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。